ルボシュンは、日本のプロボクサー。第42代オペブフ東洋太平洋、スーパーバンタム級王者。元 WBA 世界、スーパーバンタム級王者。京都府出身。京都府初の世界王者。新生ボクシングジム所属。南京都高校3年時に、全国高校総体フェザー級で準優勝。東洋大学卒業後プロ転校。 2013年5月17日、神戸市立中央体育館で、ヨドソンカムノイとフェザー級6回戦を行い、2回55秒、TKO 勝ちを収めデビュー戦を白星で飾った。2013年11月29日、神戸市立中央体育館でも2個、ローレンテとスーパーバンタム級8回戦を行い、8回3から0の判定勝ちを収めた。 2014年8月22日、神戸市立中央体育館で行われた、リアルスプリッツボリューム38で、連連パセグナヒント、スーパーバンタム級8回戦を行い、4回2分37秒、TKO 価値を収めた。2014年12月19日、神戸市立中央体育館で行われた、リアルスピリッツボリューム40で WBC。 世界バンタム級11位のルイスメイト、スーパーバンタム級8回戦を行い、8回3から0の判定勝ちを収めた。2015年5月9日、神戸市立中央体育館で本田ダ二郎とフェザー級8回戦を行い、7回1分1秒 TKO 勝ちを収めた。2015年8月28日、神戸市立中央体育館で行われたリアルスピリッツ、 ザヒートでジャカラートレックスオーワンゲートスーパーバンタム級8回戦を行い、初回54秒小勝ちを収めた。2015年12月26日、神戸市立中央体育館で脇信号の王座返上に伴いロイドハルデリザとオペブフ東洋太平洋スーパーバンタム級王座決定戦を行い、5回1分19秒小勝ちを収め王座獲得に成功した。 2016年5月16日、神戸市立中央体育館でベンジー・スガノブと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収めオペブフ王座の初防衛に成功した。2016年11月11日、神戸市立中央体育館で林地抜と対戦し、4回2分56秒、TKO 勝ちを収めオペブフ王座の2度目の防衛に成功した。 2017年2月10日、WBA 世界スーパーバンタム級王座に挑戦するために、オペブフ東洋太平洋スーパーバンタム級王座を返上した。2017年3月17日、WBA は久保、WBA 世界スーパーバンタム級8位にランクインした。2017年4月9日、大阪府立単位区会館で WBA 世界、 スーパーバンタム級王者のネオマールセルメニオと対戦し、11回5秒、TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2017年5月1日、神戸市より、神戸市スポーツ特別賞を受賞し、久本貴造神戸市長より表彰された。2017年9月3日、島津アリーナ京都で、WBA 世界、スーパーバンタム級2位のダニエル・ローマンと対戦し、 プロ初黒星となる9回1分21秒、TKO 負けを喫し初防衛に失敗、王座から陥落した。2018年4月28日、神戸市立中央体育館で王座は広し進むとフェザー級10回戦で戦い、10回2から1の判定勝ちを収め再起戦を飾った。2019年5月26日、 中国武州市で WBA 世界フェザー級王者ジョソンと対戦し、6回1分16秒 TKO 負けを喫し、2回級制覇に失敗した。2020年9月26日、神戸市立中央体育館で五十嵐隆氏と対戦し、8回3から0で判定勝ちを収めた。2021年3月28日、神戸市立中央体育館で、 佐伯龍一と対戦し、3回2分59秒、TKO 勝ちを収めた。ありがとうございます。